スカイウェーブ FM をお聞きの皆さん、こんばんはカナポンですエリスコです私たち、ナノメートルですおーおすごい、すごい揃いました。揃いましたねちょっと髪かけていた。どうしようかと思った。髪、うん、<laughs> かけていたそう。え、でも前回できなかったから、ちょっと成長感じませんかといか、お昼ご飯後なので、うん、あの、ちょっとぼーっとしてます。<laughs> はい、<laughs> 確かにね。今、必死でした。うん。<laughs> ついていけない。そう。やべえ。やべえってなついていけてないなって。はい、大丈夫でしたよ。行きました。はい。行きま、行きましょう。今日はこの調子で。はい。はい。このラジオは、2024年春にデビューを目指しているソロアイドルカナポンと、あざとインフルエンサーエリスコが。ちょっと待って。え、何、何、何て言ったのえ、あざとインフルエンサーとか言った。<laughs>

本当にごめんなんつったなんつったあざとインフルエンスターでもインフルエンサーとインスタがミックスされてましたやばいじゃん起きてミキシングされてた食べていい感じになっちゃってるかもしれない気づいてなかったからやばいねやばいじゃんどうなっちゃっとすいません失礼しましたもう一回行かせてくださいあざとインフルエンサーあざ笑ってんじゃんインフルエンサーあそうっす インフルエンサーエリスコーが、はい、世界中での活動を目標に2人で 2> ちょっと大丈夫ですかあの 1>, <laughs>、はい、1人で募らないでもらっていいですか <laughs> つぼンちゃって、ガールズユニット <laughs>、はい、ナノメートルのガンブリラジオ番組になっておりますはい、世界中の皆さんにね、勇気や元気をお届けできるようにエールを送っていきたいと思いますので今日もよろしくお願いしますお願いしますはい、本日もね、スカイウェーブ FM、京成ローザスタジオさんからうっ はい。公開収録でお届けしております。はい。ということで、はい。ちょっとお昼食べた後でね、はい。ぽやぽやしてますけど、はい。えー、自己紹介をさせていただきたいと思います。はい。千葉県生まれ、千葉県育ち、はい<お>。千葉県在住の、えー、ソロアイドル、かなぽんこと、橋山かなです。はい。特技は、ロボットダンスで、 えー、去年はサウジアラビアとインドでも、えー、パフォーマンスをするなど、うんえー、最近は日本以外の国でも活動したいなという熱い気持ちで頑張っております。うん、すごいはい !2024 年も頑張りますよろしくお願いしますお願いしますはい 私ですがエ,リス,コエリスコと申しまふ普段はあざとインフルエンサーあざとクリエイターとしてはいうん、うん、そうですねあのインスタや TikTok で、はい、あざといキャラクターでいろんな男とデートしに行くファッションコーデを披露するというショート動画をいいやつ皆さんに披露していますいいはい <laughs>、はい、<laughs> 披露していますはい、はい、<laughs> そうですあのー、最近よく確かに間違われますインフルエンサーとインフルエンザハ <laughs> それ違うことああるの私奈良県出身であの実家が奈良ですが母親がインフルエンサー東京でねインフルエンサーとしてちょっと活動したり頑張ってるよって言ったら「インフルエンザ」って言ってました確かにねインフルエンサーょっと新しいワードなんでそうかもしれないインフルエンザーとよく間違えられますねインフルエンサーですね最近流流行行っっててるるしねう インフルエンスターではない。あ,あのー、はい。インフルナス <laughs> かその <laughs> スターつけたらちょっとキラキラしてるみたいな。インフルエンサーじゃない。インフルエンサーです。インフルエンサーさんですね。はい。はい、お願いします。お願いします。もう動画がね、あのすごいいつも面白くて上がるとすぐ見ちゃうんですけど。最近好評だったやつは、うん、あの髪をセルフカラーで染めていく美容のうん、うん、なんだろうあう。あー 製品はいはい。セルフカラーの製品があって、それをちょっと宣伝してくださいと依頼をいただきまして、それで作った動画でですね、セルフカラーしてる間に、えっと、今、よく遊んでるスキピに別れ話を電話でして、セルフカラーしてる間に別れ話して、セルフカラーしてる間に次の男とのデートを約束するっていう、その間にセルフカラー、もできちゃうよ。すごい時短だね。はい。 モテるようになって忙しいんでね常に時短していかないといけないなっていう勉強になりますはいありがとうございますそういう動画が最近は好評でしたはい私も見たんですけど見ました衝撃でした衝撃会でした真似していいよあま真似してうんあのどっちも多分ないんだよなあ髪を自分で染めるの結構不器用だからそうなのそうそうそうあでもね不器用さんでもできるみたいな感じでねやってあげますあお願いしますはいその間に誰に何をすればいいんですか私はそうですね スキピとかいないんですけど、どうしたらいいですか?えー。どうしようかな。まあ、作曲、作詞しといた。作詞しないた。やっといてあげるから。ら<は>お願いします。はい、はい。そんなね、私たちの、えー、ラジオはですね、メールを募集しておりまして。はい、ええー、こちらにね、タイトルに番組名記載してほしいんですけど。はい、ええー、なでもいいです。もう内容は、もう、あの、フリートークでもいいし。あのー、なんていうの。 お悩み相談のコーナーがあるので、うん、お悩み私たちに解決してほしいお悩みとかね、はい、送っていただけたらと思います、えー、住所とお名前記載していただくと抽選でプレゼントもね当たりますのでぜひ、えー、送ってくださいそのメールアドレスはインフォアット 892FM.com イン <laughs> フォアット 892FM.com ですどうしたんですか <laughs> あのラジオっていう概念わかりますはいあのこれなんか 結構髪のカサカサ音とかでも、うん、あんま立てないようにするんですけど、はいはい、<laughs> ガチャッゴクゴクガチャゴン。<laughs> <laughs> ちょっと初心者のもんで <laughs> 平和なで水飲んください、はい、お届けしていきますということでね、はい、じゃあ今日も元気にやっていきましょうはいお願いします,お願いしますじゃあ今日の1曲目聞いてくださいちょっとねあの今日収録日雪が降るかもとか明日ね言ってるので、うん、この曲聞いていただきたいと思います世界の終わりさんでスノーマジックファンタあいいね お送りしていくナノメートルのチェアアップレディオ今日もラジオを通じて世界中のみんなにエールを届けていきますはい本日も2人で元気にゆるっとお送りしていきたいと思います今日も始まりましたがはい、えー。最近は何やってますかエリスコさん近況の方は近況ですかええ ちょっと難しいこと。ああ難しかった。何してたっけ？だかすぐ忘れちゃわない？分かる分かる。スケジュール見ようと。スケジュール見てみて。何してた？仕事してました。おどんな感じの仕事してるんですか最近は？なんか最近はですね、私あのインフルエンサー業もしてるんですけど、インフルエンサーイベントとかも主催してたりして。かっけ。ちょっとかっこいいよね。言葉で言うと。かっこいい。言葉で言うとかっこいいよね。いやかっこいいよ。 とか今、ですねちょっとないろいろ指導させようとしているところでその1つでちょっとアパレルに関することとかもなんか初めかけちゃっていたりしてないろいろ準備してますね新しくこう仕事をしたりするのとかこいいじじゃんんんはななかまあそんな感じです結構、あのインスタのストーリーとかでは今日も男とご飯行ったとか書いてるんですけど。 まあ仕事の人とかだったりします <laughs> でしょうね <laughs> でしょうねっていうあのわざとインフルエンサーに言うのも失礼なのかもしれないんですけど、はいはい、ででしょうね <laughs> と仕事しては、うん、でもあれみんな喜んでくれるんで男とお仕事行ったって言ったらあ、うん、男か男かってなんか喜んでくれるんでからでも男なんで <laughs> まあ確かにねそ<う>間違いなく男性の だけどでもそのお仕事関係の人だったりするんですけど一緒に行ったその男性の方からはその人のストーリー見てるんでどういう気持ち男って。わわわららら確かにってメッセージが返ってきたりとかな感じの日々ですでもさすごいなと思うのがさそれこそインスタのストーリーを見てるんですけどやっぱ仕事めっちゃしてるじゃん。主催とかっってやぱめ じゃあさ確認事項とかさいろんな人に連絡したりもしなきゃいけないし、はい、大変だから結構時間が取られるはずなのになんかちゃんとプライベートも充実して、うん、あそ遊んでるっていうかリフレッシュオンオフが分かれてて、うん、本当ですか、うん、なんかすごいなってそ,<分>そんなイメージしてるそんなイメージしてるえ実際のところはまあ,あれは全部ねインスタジオで見せてる姿なんです <laughs> ちょっっと待ってインンフルエンサーの方ですよね <laughs> <laughs> そうそう実際楽しんでますよ 楽しみますプライベートでも確かにお友達とお出かけをしたり、うん、まあカフェに行ってでもやっぱ私結構好きなことを仕事にするっていうのが人生のテーマで、うん、でもそれが一番ね、まあ、難しかったりはするんで大変なこともあるけど。 好きな仲間とかこう好きな子たちと一緒に仕事したいなっていうのが一番にあるので、うん、まあそういう子たちとなんかなんだろうな交流を深めたりとか何、うん、かいろいろ楽しいことを一緒にしてそれでみんなで一緒にお仕事を頑張ろうみたいな、うん。 会とかをよくやったりしているのでうん、うん、まあサプライ自分が楽しくてやってることでもあるけどうん、うん、まあ、お仕事のチャンスにそれをつなげるようにしたりとか、うん、それをまあ、仲良くなった子たちとね、うん、一緒になんかエリカと一緒にやりたいと思ってくれたらいいなと思ってやったりして過ごしてます。いいやー素晴らしいですね、 おばあさんになってしまいましたうん素晴らしいですとかねまあでも確かに全部楽しくしたいなって思って過ごしてます仕事もなんで好きだから楽しく頑張れてるから大変ですけどうんなんで楽しいいつも笑ってるもんねあーめっちゃ言ってくれるよねそうく上がってるねって言ってくれるえ、だから私昨日から真似してるんです嘘。 あの家でもずっとこうやってこうやって掃除とかしてる子がいて<も> <laughs> 掃除も楽しいよね楽しいってでも思ってくるね何かああでしょ笑ってたらそうやっぱ、うん、笑笑,笑,笑顔でニコニコしてるのはいいことなんだよわかったじゃあずっとこう乗っかの顔でちょっと 私でも逆にすごいなと思うのはあのね芦山さんはかなり忙しい方だと思っていてだって振付師もしながら振付師をするということは制作の時間がたくさんんあるとというこじゃ振付のお仕事だったりあとレッスンの時間だったりで自分もさいろんな活動を自分が出ることでやったりするからその両立って結構大変なんだろうなっていうのは分かるんですけどその上 でさ大変だなっていう時期もあるし結構一緒に動いてたら今すごく大変なんだろうなとか忙しそうだなっていう時もあってでもやっぱみんなの前に出る時はちゃんと鷲山かなをやり通すっていうのが本当に素晴らしいなって私はいつも隣で思ってます。切り替えがすごくてママジでパフォーンスととかもずっ妥協ししない 忙しときでもライブとかもめっちゃ完璧だしむしろなんか感動したのは、うん、<laughs> 感動したのは、はい、今ちょっとジェスチャーしたらすい笑うよね、うんうん、面白んんだもんだもって <laughs> <laughs> あのさ、うん、お友達アイドルの誕生日のライブとかに、うん、こう出演一緒にしたタイミングとかがあって。うん なんか、みんな普通に割とおめでとうっていう気持ちでライブをしにくるけど足、うん、山さんは、うん、唯一なんかその誕生日の子の写真貼ったうちわとか <laughs> なんか作っていってて <laughs> T シャツもなんかその子のカラー、<laughs> イメージから着たりとかして <laughs>、うん、すごいなんか準備してきてて <laughs> あの、す,すげえなって思いましたそういうのが本当にあれ,あれだって多分忙しい超忙しい時期だったんじゃない <laughs>、うん とかが本当にそのパフォーマンスにかける思いがとか、ねうん、イベントをみ誰かのイベントを一緒に盛り上げるっていうのとかも、うん、どんだけ疲れてても全力だなっていう<ー>すごく尊敬しましたそれはなんか泣いちゃうねそんなこと言われたら嬉しくて <laughs>、はい、あんま言わないですけど<ー>ちゃんと見てますありがとうござそういまうす、ね、ありがとううわこれがあざとインフルエンサーの底力か <laughs> 今不覚にも こんなに一緒にいる相方なのにキュンとしてしまった <laughs> くそなんか悔しい,い <laughs> なんか悔しい <laughs> ありがとうございますいつもでもすごいよく見てくれてるなっていつも思うんだよね本当ですかなんかマジでああもう限界だな辛いがもうダメだ みたいな時にいつも LINE くれるからあっほんとにんてくるのそういう時に何か大丈夫そうみたいなほんとにすごいし天才かもよだからすごい見てくれてるなと思ってまあそれだけ好きってことはいいいコンビですねありがとうございますちなみに最近の私はねずっと寝てます元気なんだ そうなんかもう1月は休むって決めてるんででもめっちゃいいことだって12月とかがとっても忙しそうだったし <laughs>、はいうん、そうそうそうてかもう去年1年間ずっと忙しかったから体が悲鳴上げてたんで、うん、いや最近は、まあ、やっぱわしあまさんがちょっと、はい、LINE とかでめっちゃ分かる元気ない時と元気な時が顕著に現れるんですけどま、はい、た、はい、最近とても元気なようで私は嬉しいです <laughs> ありがとうございます、はい、一生寝ててくださいあはは わかりました、はい、じゃあ一緒寝ときますね <laughs> 次のコーナーでお手紙いっぱい読みますはいアレディオ本日もお便りたくさんありがとうございますありがとうございます早速読んでいきたいと思いますはい今回もいっぱい届いてましたねね,ね嬉しいありがとうじゃあじゃんじゃん読んでいきますお願いしますほい えー、かなぽんえりすこちゃんお二人の息の合っ楽しいおしゃべり毎週笑いながら楽しく聞いていますわいありがとう,がとうナノメートルの衣装や楽曲も決まってきているそうですがお二人の衣装や楽曲の好みはどんな感じなのですか同じ感じなのか意見が食い違ったのかどうなのでしょうちょっと聞いてみたいと思いますテズさんからのお便りですありがとう,がとうはい、はい、どうですか,ですか <laughs> マジで 本当も人任せなのやめてもらっていいですか。大体そうなんだよね。大体、ね、お互い先にさ相手に聞こうとするんだよね。どうですかって。そうなんだよね。わ <laughs> かるよ。うん,うーんどうですかね。えー、でもまあこんな感じなんで協調性協、ね、調性とあとでも普通にさ。うん 趣味似てるよねそう私これ結構ビビるぐらい揉めなななかっっったとと思てえそうの死ぬほど揉めてなくないなんかさどっちかがさ「これよくない?」とかさ「あれよくない?」って言ったものに対してさ「いやめっちゃいいじゃん」みたいなあ結構なるよね衣装とかさう即時決まったじゃん確かになんかはいこれなんか最初衣装私イメージがこれいいなっていうのがあってそれをエリスコに見せたのねでもそれがあの 1パターンじゃなくてグループさんの衣装でイメージを見せたから何パターンかあったんだけど見せてすぐこれのこことここがいいと思ってんだよねっていうのを全く同じところあこれがここでいいじゃんみたいなあそのいいと思う部分がねそれぞれ一緒だった一つの衣装にしてもねそう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 だから多分好みが本当にめちゃめちゃ似ているというか近いからそうだねそうあなんかね 私服でもね思うんだけど大体和しさんが着てくる私服いいなと思うこと結構多くて、ね、えい,いろんな女の子と会うしさいろんな服装の系統の子会うんだけどうん、うん、えその服かわいいってみんなに言うわけじゃないその自分が好きだなと思う系統ってあるからさえそれ好きみたいなかわいいっていうの結構和しさんにめっちゃ言ってると思うんだけどあれみんなに全然言わないからね私そう。え、え、2回目の <laughs> 悔しい。そう、よくみんなに言われる、みんなにも言ってるんでしょとか言って。言われるけど。言わないからね。あ、そうなの。本当にいいと思って。言っでも、私もいつもいいと思って、なんか私最近ね。全然服買いに行けてなくて。はいはい。今着てる服が去年とか、一昨年に買ったやつなのね。うん。なんか若干こう流行に外れてるというか。はいはい。乗り遅れてる服。が長持ちさせてるんだね。そうそうそう。多いんだけど。 でもそれでも言ってくれるし、うん、私もエリカの服いつも可愛いと思うからありがとうそうだからありがとう衣装の面で困ることは、ま、マジで全くなかった、ね、衣装はそうなかったね、うん、楽曲については、うん、とどうだったかなまあなんだろうジャンルごとにいいなこれこういうジャンルをやってみたいとかそれぞれあったけど、うん、あそのジャンルだったえめっちゃいいじゃんとかは結構そんなえ違くないとか。 はならなならかかったよね<い>なんか例えば、じゃあ,あのエリカが何曲か、ね、作る予定なので、うん、作ってるので今、はい、だから、まあ、1曲ずつ担当してるのとかもあるのよね歌詞とかをさ。そうううそそそれでじゃあエリカ担当のやつで、うん、こういうイメージが好きなんだよねで送られてきたイメージがもうどんぴしょに、うん、全部好きですみたいな、うん、私も好きなのこのグループとかこの曲みたいな。うんだから 確かに、今日もさ一個ねなんかお気に入りの最近のグループがアーティストさんがいてかっこいいと思ってるんだよね最近と思ったらあいいよねみたいな言ってくれててその話また後でもするんですけどとかね、ねしたよやっぱ、合うんですよねきっとねいますね全然今のところ意見が食い違ったことはあんまりないだからこそ一緒にやれるなとは思いましたそうだね最初に。そうっす いい質問、質問というかお便りありがとうございますじゃあ次行きますはいかなぽん、えりすここんばんははい、こんばんはナメートルのチアプレディオ現在リアルタイムでは放送回数3回毎回欠かさず聞いています、うん、ありがとうええー、やん、めっちゃええやんえ推しだから悲喜してるのかなおおおあ、漢字読めましたね <laughs> はい、今日は悲喜を読めました ありがとうございますというくらい、二人の掛け合いが楽しくて、面白いなと感じています。嬉しいやっぱり二人を採用してよかったなって。ラジオ局の偉い人の気分で聞いていますの、どういうこと。今回もラジオ期待しています。またお手紙書きます。春るでした。すごいさ、しかもさ、なんか住所めっちゃ詳しく書いてくれてるんだよね。で、これあれだよ、あの、お、お、抽選で当たるやつ。ああ、なるほど、なるほど、失礼いたしました。はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。 確かに、あのー、なんか来てくれてたあのこ,この前回の収録の時かな佐郎、うん、君佐郎、うん、君見てくれてたんですけど、うん、あのチェキ、収録後のチェキ会で。うんうんうん めっちゃめちゃくれしいんだけどそれが多分そのそうあのねお世辞とかじゃなくて、はい、心から本当に楽しいと思ってくれてるんだなっていうのが伝わってきてたんでそれをねこうお手紙でもくれてて嬉しいです。本当に なんか、あのー、リアルタイムでそのラジオの放送を聞いてくれてる時にみんなさハ、うんうん、ッシュタグでラジオのことつぶやいてくれたりしてるのを見てるけど2人の,そのなんだろうトークの掛け合いとか相性めっちゃいいよねって言ってくれてる人も多くてワイ、うんうん、もそう思うんですけど、うん、あの君とは話しやすい。 うん。いやそれ。えみんなのそうそう二人の掛け合いで楽しいって言ってくれてて、それを褒めてくれて嬉しい。そうすごく嬉しいなってから私と話しやすいと。はい。ありがとうございます。すみません。そうだよ。すみません。恐縮です。はい。そうだそうだそうだ。でさハッシュタグ何にするみたいな話してたじゃん。うん。でそれについても結構お便りはね。あ来てるよね。そうそうそう。じゃあちょっと次も読んでありますか。うん。ライスマンとか。ライスマンいきま。 カナポンエリスコこんばんは。んんはいつも楽しく聞いてます。ありがとう。番組のハッシュタグを募集しているのとのことで、はいハッシュタグ nm チアラジ、うん、または,、えー、とはあこれカタカナでチアラジと。うん ええー、ひらがなでチアラジとかいかがですかって言ってきてくれてます。アイスマンありがとう。とうそうなんだよね。あのさ、何にするって最初の時にさ、話してたんだ。だしそう今一応、NM エム冠ラジオでつぶやいてもらってるんだけど。うん、うん、ね。確かに、番組名じゃなかったんだね。そう,だそうなの、そうなの、どうするっていうさ。うん。話して,て。ープレディオだもんね。そう。もう一通来てるな。ええー、と、かなぽんエスコこんばんは。 今回のテーマハッシュタグににについいてて頼りを頼りりをしししると耳にしましたうん、うん、何を目的としてハッシュタグをつけるのかによって違うなあとのかと思いながら <laughs> 自分なりに調査ししし検討してみました、はい、ょすごい,すごい,すごい調査も検討もしてくれてすごいじゃん認知を得たり拡散するには、はい、ビッグミドルスモールと大中小の <laughs> テーマに沿って一般的で分かりやすいタグをつけたり、うん、みんなの意見を見やすくまとめやすくするならあまり使われていない単語とする。 などさまざまな考え方があるようです。というハッシュタグはどうでしょうか。あーこのあ,あ,<ど>あ、ぜぜぜぜ全部投げ<ー>独創的でしょ。140字超えてるからダメか。多分さ、うん、でも多分ね、このね、ど独点句当点なんていうんですか。句当点句当点とか、典が丸って、うん、ハッシュタグで切られちゃうんで、うん、こうだと。<laughs> もう早口みたいな今回のテーマだけまででしか反映されません。残念すぎ。ナノェイトルカムリラジオでもいいしナノラジでもいいと思います。またお手紙書きます。サルオでした。サルオさんありがとうありがとう。あっとあっけあこんぐらいですかねハッシュタグについて。ハッシュタグこんぐらいですか。今回もねめちゃめちゃ来てるからね。そうどうしようねハッシュタグね。ハッシュタグでもなんかやっぱ。 チャープレディオっていう番組名が可愛いのでナノメートルのチアラジとか、うん、NM ラジオとか NM ラジオチアアップレディオ関係ないよまあナノメートルのラジオだなって、うん、な今ナノメートルの冠ラジオなの NM 冠ラジオなるほどそう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 きます なに頼り募集したのにチアラジいんじゃないチアラジチアラジってなんかさチアプレディオがさ確かに確かに反映されててさめっちゃいいねまあわかりやすいんじゃないみたいな確かにえじゃあ NM チアラジできますあっ行っちゃいますちゃいますカタカナひらがなうんとひカタカナじゃないじゃああどっちがいいですかどっちでもいいですよじゃあカタカナでわかりましたじゃハッシュタグ NM チアラジカタカナで決定 あ、お願いします。えー、決まりました。まあ、賞味どっちでもいいんですけどね。は、あ、う、え、う、ー。えー、みんなが、的に考えてくれた。ので、ね、嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃ、あ、ここで一曲聴いていただきたいと思います。はい。鷲山かなで、捨てるとこなし、私。ツアアップラジオ。はい、七メートルの、お悩み解決コーナー。イェーイ。 こちらね、お悩み相談のお便りもね、皆さんからいただいてるので、はい、私たちがね、みんなのお悩みを解決したり、エールを送ったりして、まあ、楽しくね、みんなにエールを送っていきたいと思います。お願いします。お願いします。いますはい、じゃあ、まず、スモーキーから、はい、お悩みを、ちょっと、こんな、長くない <laughs> <laughs> すごい悩んでんじゃないちょっと長くないか。すっごい悩んでる。これ、これ、これ、 これなま合ってるあなて,てみたいなの書いてる。やつ<う>、うん、それだよ。それ合ってる <laughs> 読んでください。ナノさんメートルさんなますて,ちて。ちょっと待ってちょっと待ってナノさんメートルさんじゃないんだよ。そうだよ。ナノさんじゃない。 何、ナノメートルって、あの、まだ、もしかしたら、勘違いしてる方いらっしゃるかもしれないですけど。ナノメートルとかじゃないですか。あ、そう、そう、そう。どちら、どっちかが、ナノどっちかがメートルとかじゃなくて。二人合わせて、ナノメートルなだけなんで。はい。お悩みコンビさんみたいな感じ。お願いしますよ。すみません。はい。本日は、お悩みを相談したくて、お手紙しました。お手紙って書いて。お手紙の人だね。お手紙の人、この間もいたね。現在の私は、ありがたいお経をもらうために、偉いお坊さんのお供をして。が ガンダーラに滞在しておおりりますがすがいじゃんも,おももうらったたのので帰りたいので帰 <laughs> しかしお坊さんがガンダーラを気に入って住まい一向に帰る気がありませんたぶんお二人も仕事絡みの飲み会や全く乗り気がない合コンと自分は帰りたいがなかなかうまく抜け出せないというシチュエーションがあったと思いますああ<ー>なるほどそのような時にどのようにして帰るか。 また、同伴者を帰る気にさせるかをご指南のほどお願い申し上げたてまつります。はい。 ガンダーラ在、滞在中のスモーキーより、スモーキーさん、ありがとうございます。ありがとう、スモーキー。ガンダーラにいるんだ、大変だね。しかも、今日は縦祭りをちゃんとさ。あ、ふりがな、振りがな。ふってくれてるよ。確かに、読めなかったから、私が。ありがとう。ありがとう。これ、あの、私一つ、いつもやってる技があります。お伝えしたいと思います。まあ、よくお仕事絡みを、確かに飲み会だったり。に、あの、お呼びしていただけることだったり、よくあるので。さすがに、自分で開いたかいよ。 に帰にるっていうのはあんましないんですけどえっとーまあ誰かにお呼びいただいて行った時に「うんうん、うわこの回はぞろいだ!」<laughs> って時とかたまにやっぱあるっすよ。そう あるんすよまあまあお仕事の人とかねいらっしゃるとそんなねそれを思った瞬間に帰るとかはしないしある程度こうねみんなとお話しした後に帰るとかするけどあういいかなって結構思っちゃったりします。はいはいしかも忙しいからなんかこうねあまりダラダラといるのもなっていう時もあったりします。そういう時はですね私はもう「はい手を挙げて帰ります!」って。 エリカ、帰りますで、潔い。はい、ありがとうございましたつってめちゃめちゃ潔いじゃんうん、すごく、はいで、別に嫌な気持ちにならないねありがとうございましたって言って帰ります元気に言われたらねあ、そうかってそ誰も止められない空気をそうだね一気に孵かしますあ素晴らしいえ、ちなみに、それじゃ例えば私も一緒に行ってたとか同伴者も 私はじゃあもうちょっと痛そうであ痛そうなんだで同伴者を一緒に帰らせるには、うん、この、うん、あのー、スモーキーさんのお悩みどうするんですかそうう帰らせその場合私の場合はさ、はい、まあどうしても残りたかったら、うん、いたらいいんじゃないっていう結構そのスタンスになって ちゃうので、私はでも帰るんだけどどうするみたいなあの、ここそ、そって、先にこそって聞きに行く先にこそって聞きに行って、楽しいからもうちょっとったかもって言われたらあ、そっかって言ってじゃあ私ちょっと4時あったり明日朝早く帰るんだけどなんかあんなかったら連絡してねみたいなそそっっかかでちゃんと主催者の人に「あいつあの女残るけどあの女残るけどよろしくね」って。 よろしくねっつって頼んだよって言ってから帰りますって元気には帰ります。もしそれでさ先にさこう一緒にどた女の子とかに「どうする?」って聞いて私はもうちょっと帰ろうかなってなったら「あじゃあ用意して先に」って言ってみんな用意すぐに出る準備ができてから「帰ります!」って。ういかその 出る体勢整えてから勢いよく出ていきますああいいですねあいいじゃないですかそんな感じですね私は私してお坊さんを置いてきぼりにもせず一応一応ね聞いてそうでもそのんだろうどうしても残りたくない人とずっと自分が我慢して一緒にいるのもちょっと私はあんましないかもしれないですどうですか芦山さんは 私こういうのマジ苦手なタイプでですよね。あのの最後一人になるまでいっちゃうタイプなんですよね。ああいるよねそういう人。そう絶対に帰れないのよ、うん、死ぬほど最後の一人までいて、うん、だけど、うん、どうしても例えばじゃあ、うん、なんか飲み会とかではなくね、うん、じゃあ例えば森風華さんと飲みに行きましたと <laughs> あの人長いからさ。うん、長くてでも 眠いじゃん。はいはいはい。帰りたいなみたいな。しかも別にさ、誰かといるなら長いのわかるよ。その回が楽しくて。わかるじゃん。はい。でもさ、森風華さんと飲みに行くイコールもう止まるのよ。森風華さんあ、風華さんじゃねえか飲みすぎだろあいつ。飲み森風華はちょっとやばいよ。あんた。 友達だからって。森君、飲み会行ったら止まるのね。うん、止まるんだね。止まるの。飲み会行ったら森の家でね。止まるのよ。は止まるから別に帰ってもお店でご飯食べちゃ一緒なのよ。わかる。だってメンバー変わんないから。はいはい私と二人で。はいはいはい。でも帰りたくないって言うから、そういう時はもう相手のあの相手と仲いい場合はもう相手の好きなもので誘い出す。 それ多分森風花とねあとねもう一人親友で全然芸能とかやってない近所に住んでる親友の子でいるんだけどあっこれさみたいな「え今からさペヤングめっちゃ好きでコンビニ行ってさペヤング2個買わない?」みたいな「やばくないめっちゃ食べれるよ家でえっやばいわ買える買える?」とか言って「あ、そペヤングが好きなんだ」っう思っじゃあの お味噌汁とかで釣れるのでお味噌汁で釣れちゃうので <laughs> そういうのをリサーチしておいて<ー>家に帰るっていうことはあるけど、うん、でも団体はね断れないですよね<は>お幸せはあれですね子育て上手そうですね <laughs> 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 なんか子供に対しての感じ確かにアンパンマンチョコみたいなね <laughs> そういう感じ。でねそんな感じです。そうなんだ。じゃあ団体団体税的にはちょっと苦手。苦手ですね。なんで今度ちょっとやってみますね。その方法。そうです。やってみて。結構効果的だから。ちょっと私がやったらびっくりされそうだけどね。いつも最後までいるのに急にどうしたみたいな。まあでもそういうやつだっていう認識をさせていくことが大事な。確かに。えっと勉強になりました。私も。あ、よろしくお願いします。ぜひスモーキーさんも使ってください。はい。それでは。 曲を紹介していきたいと思います。はい、はい、二曲目は、あ、間違えました。三曲目です。<laughs> はい。三曲目はですね、はい、えー、乃木坂さんの、乃木坂ファティシクさんの帰り道は遠回りしたくなるです。 私たちナノメートルは世界中での活動を視野に入れているのでこちらのコーナーでは目指せ海外進出のコーナーということで、はい、え世界の気になったニュースや海外でやってみたいことなどいろいろ紹介していきたいと思いまーす、はい、はい思いますはいなんかこ今日喋りたいことあるんですよねあ今日喋りたいことがあって、はい、私すごく今気になってるというか、うん、いいな好きだなって思ってる、うん えーと、アーティストのグループがいらっしゃいまして、うん、XG っていう音楽グループアーティストです、はい、アーティストさんですかね,そうですねが。はい いらっっしゃって、あのまだ浅いんですけど、うん、最近ね私アマゾンミュージックで結構音楽を聴いてて、うん、最近の流行りの曲とか、うん、ヒットソングとかのこうプレイリストを設定する、うん、設定するっていうか再生すると、うん、勝手にさその流行りのやつとかが流れてくるのなんかめっちゃかっこいいなっていう思って聴いてた曲が全部その XG さんっていうさ、うん、グループの楽曲だったりして、うん、気になって最近調べて、うん、さ え見てこのグループ超かっこいいんだよって増田 <laughs>、うん、さんに興奮してホームページを見せてたら「ね、知ってるよ」みたいな。<laughs> ないよ。そんなめ、だよいてでなんかすごいいいなって思ったのがアーシャがすごくね独創的で女性全員女性なんだけどめちゃめちゃかっこよかったりとかあとちょっとしかも全員日本人そう日本人ね5人6人えっとね教えた6人6人で全員かわいくてかっこいいんですよ。 アイドルさんなな感じなんだけど、うん、でも全員日本人なんだよ、ね、そうちょっとヒップホップな感じだった曲調がッッラップとかそうすごくめっちゃかっこいい楽曲が多くて、うん、アーサーもかっこいいし、うん、あとそのグループのコンセプトの文章とかが、うんうん、めちゃめちゃ使うワードとかかっこいいしセンスいいなと思って。うん、でもちょっと とよく見るとうちらがなんか言わんとしようとしてることとちょっと似てたりするのに使うワードが全然レベル感が違ってめっちゃかっこいいじゃんみたいなんか書いてある内容をめっちゃ噛み砕いたらナノメートルの説明と一緒な一緒な感じなんよちょっと似てるとるこがあけどうちらが幼稚園生っぽい感じの説明文だとしたら使うね 言葉とか表現の仕方がもうさすがにさすがだなっていう感じでちょっと違いすぎて面白かったっていう話ですけどすごくかっこいいしなんか参考にしたいなと思ったりとか目指したいなと思う一つの像だったりとかしてなんかいいなと思ってそうだよねさっきそんなにさいいなって思うんだったらさきっとこうやっぱ憧れとかに近づいていくことって大事だからいいと ところをさちょっとうちらもさこうなんかアイデアをねもらおうよって言ってさ見てたんだよね一緒にホームページをそうそうそうそしたらねグループ名がね「XG」じゃんねうちら「NM」じゃんねでやっぱ意味があるんだよねそううちらは「ネバーザレスモータスの「NM」の略じゃんで XG さんはえっと「x x t r a o r d i ディナリでしょ ガールズだから XG ガールズの G で XG だったんだけど意味ね何それみたいな調べようエクストラーディナリーって何だろうガールズってまあ女の子だよねエクストラーディナリーって何だろうって調べたら「非凡」って書いてあったわ「真逆真逆スタート真逆だけど大丈夫これ?」みたいなうちらあの凡人にもかかわらず頑張ったら いいっぱいいろんなことできるよなんで凡人なんですよスタートがねスタートが凡人なんだよ<ひ>でも彼女たちはスターとか非凡 <laughs> 真逆こはなれるのかうちらみたいな <laughs> めちゃめちゃおもろくない <laughs> すごいシンパシー感じたんでしょうだってシンパシー感じて好きだなと思って調べたら真逆だった <laughs> <laughs> 時点真逆でちょっと不安になったけど <laughs> まあでもねそれはグループ名グループ名はグループ名なんで,そう,そう,そう,でうちらはさこう世界中のみんなに元気とかパワーをお届けしていけますみたいな、うん、こう分かりやすい文章で言ってるじゃんね<そう> <laughs> で XG さんちなみにホームページに書いてある「世界中のさまざまな、えー、境遇の人たちをエンパワーしていく」うん、あっ「エンパワー」って何 <laughs> パワーを届けていきまーっしょじゃないの。<laughs> ええー、かっけー、なにそれ。ってなってたよ、そうそう、さっ,ね、さっきめっちゃ盛り上がってそれで。<laughs> かっけー。か,かっけー。<laughs> <laughs> そう、そのうちエンパワーって使っていくと思う。<laughs> パクた。あれだな。って <laughs> あれだな。エンパワー、ワうちらね、もうちょっと強くなったら、エンパワー使うと思うんで。<laughs> よろしく頼みます。<laughs> <laughs> そんな感じでね、はいえー、XG さんっていうグループが、まあ、かっこよくて2人ともね、うん、すごいあのなんかいいあれをもらったのでみんん、はい、今日ちょっと気になったら見てみてくださいそう楽しみにしといてくださいこ <laughs> ちらの成長を <laughs> エンパワーしていきますんではいナノメートルのチアアップレディオン あっという間にエンディングとなってしまいました。これ、うん、はいかがだったでしょうか、うん、えなんて <laughs> <laughs> いかんがんだったでしょうかはい。はい。すいません。さて、そんな私たちの番組ですが、えー、全国どこからでも聴けるサイマルラジオからでも聴くことができます、えー。ぜひ毎週聞いて広めてください。お願いします。あのー、あれもハッシュタグもできたのでね。あ、そうです、ね、広めてください。よろしくお願いします。詳しくはスカイウェイブ FM のホームページ、もしくは私たちの SNS をチェックしてください。 はい、そして本日のね、公開収録の様子なども、後日、スカイウェーブ FM さんの YouTube チャンネルにアップされていきますので、えー、随時お知らせしていきますので、YouTube チャンネルの方もチェックをお願いいたしまーす。お願,ますお願いします。はい、そして今後のスケジュール、イイえっと、ナノメートルのスケジュールを少しお知らせしていきたいと思います。お願いします。まずですね、えー、なんと、2月、あ、ほい。2月3日に次の、 公開収録がまた、ありまーす。土曜日土曜日でございます。はい。また、場所、京成ロザテンさんで、はい。同じく行っておりますので、はい。そして公開収録の後、ェキ会も同じようにございます。うん。3時30分からでございますので、ぜひぜひお越しください。はい。はい。はい。さあ次、はい。なんとですね、はい。これもう告知していましたっけ 告知していませんね。告知していません。はい。放送日の頃には告知されておりますが、なんと2月11日、ナノメートルで、バレンタインイベントをやりたいと思っておりまーす。はい。こちら、今公開収録にて、初めての告知を、となりましたが。なります。え、X の方でもまた詳細を、はい。あげたいと思いますので、はい。楽しみにしていてください。はい。時間はね、お昼帯でございます。お昼の12時ぐらいから、はい。やります。はい。 詳しくは X にて少々お待ちください。今日 <laughs> <laughs> も少々お待ちください。はい、まあまあでもすぐ, <laughs> すぐに告知できます。すはい。のでお待ちください。はい。ナノメートルのチュアップレディオはそろそろ終わりの時間ですが、この後も引き続きスカイウェーブ FM でお楽しみください。はい。それでは最後はこの曲でお別れとなります。えー、わしはまかなちゃんのみんなが大好きなせーの、フォーカース それではまた来週バイバーイ,バイ,バーイ <laughs>